JFA アカデミー福島出身の清水エスパルス FW 金子翔太22が東日本大震災の被災地へ元気を届ける。9日、清水美穂グラウンドで今日10日のアウェー北海道コンサドーレ札幌戦に向け約1時間半の練習を行い、敵地入りした。金子は全体練習が始まる前から GK6 単有事。30と笑顔でパス交換し、リラックスした雰囲気で調整した。しかし被災地への思いを聞かれると、表情が引き締まった。シーズン前に試合日程をチェックし、3月10日に試合があることを確認したという。個人的に、特別な感情を持っている。10日の試合でスタメンで出て、11日の新聞やニュースになれるように活躍したいと思っている。札幌は、16年シーズンの J2 時代から公式戦5連敗中と相性が悪い相手。しかし、今季の清水は公式戦3戦負けなしと好調で、この勢いのまま、いける。チームとしてハードワークをすることが大事、と強気に話した。震災島で、サッカー施設 J ビレッジ、福島県楢葉町、広野町を拠点に練習していた。現在も復興活動が進められており、昨年4月アウェー川崎 F 戦で挙げた J1 通算2万5と記念グッズ売上金の一部を、同県 J ビレッジ復興プロジェクトに寄付。現地のメディアにも取り上げられ、地元の関係者からは、ありがとう、と連絡が届いた。震災から7年を迎え、今年7月には施設の一部が再開する予定で、金子は、微力ですけど、これからも行動していきたい。再開したら、訪れてサッカー教室をやりたい。第二の故郷への思いを胸に、ピッチに立つ。保坂京子。